ルフィはトラファルガーローと海賊同盟を組み、愛と情熱とおもちゃの国ドレスローザへとやってきた。生きたおもちゃが街を歩くこの国は、桜花七部会のドン・キホーテ・ド・フラミンゴが国王として治めているのだ。ルフィとローがこの国に来た目的は、ド・フラミンゴの七部会脱退を条件にシーザーを引き渡す取引のためだった。上陸したルフィたちはエースの能力だったメラメラの実が優勝賞品となる大会の話を聞く。会場であるコリーダ・コロシアムに潜入したルフィはレベッカという剣闘士の少女と出会った。彼女は囚人であり、一戦勝できれば自由の身になれるという条件で大会に参加していた。しかしどんな強者も百戦もすれば大怪我をする。三千戦全勝の剣闘士キュロスの伝説も彼を実際に知る者はなく、現実は死ぬまで見せ物にされるのみ。平和に見えるこの国には極端な光と闇があった。レベッカはおもちゃの片足の兵隊さんに守り育てられたと話す。片足の兵隊が命と引き換えにドフラミンゴを撃つつもりと知ったレベッカは、大会に優勝してメラメラの実の力で兵隊さんを守りたいと話す。貧しい暮らしを強いて民から富を強奪したという先代国王、その孫娘であるレベッカは国中から恨まれる存在だった。涙をこらえそれでも戦い続けるレベッカ、自らは攻撃せず攻撃をかわし続ける戦法で勝ち上がり、ルフィと共に決勝トーナメントへ駒を進めるのだった。